ドラゴン VS、7人の吸血鬼は、1974年、イギリスのハマーフィルムプロダクションと香港のショーブラザーズ、共同制作の映画。主演ピーター・カッシング、デビット・チャン。監督ロイワ・オード・ベーカー。古典派ホラーとカンフーアクションを融合させた改作で、後の、デーマボロシ同士等香港ホラーの始祖とされている。本作は、吸血鬼ドラキュラ第一作とする。 ハマーフィルムプロダクション制作のドラキュラシリーズの最終第9作にあたる。戦後のクラシックホラー映画の黄金期を築いたハマーフィルムも1970年代に入り業績が停滞、新規軸として香港のショーブラザーズと提携し、萌えよドラゴン以降、世界的にブームを起こしていたカンフーアクション映画とホラー映画の融合を試み、本作が企画された。 ハマーの看板スターとして、数々の怪奇映画に主演してきたピーター・カッシングが、主演。彼が当たり役として演じてきた、バンヘル・シングが中国に渡り、香港の主演スター、デビッド・チャン演じるカンフー青年とその兄弟たちと、共に、吸血鬼たちとゾンビ軍団、その黒幕であるドラキュラと戦う内容。ホラーとカンフー、さらに、西部劇や、七人の侍のエッセンスまで取り入れた、 ホラーアクション活劇でホラーファンや専門家の間でも傑作かダサ作かの評価が極端に分かれる。もともとはヘルシングがカンフー兄弟と共に中国の吸血鬼と戦う内容で企画されドラキュラの登場予定はなかった。しかし香港サイドの要望で後からドラキュラを絡ませたためストーリーに大きな矛盾が生じてしまった。 ヘルシングはドラキュラを研究し戦ったからこそ、吸血鬼の権威として巧妙なはずだが、そのドラキュラが100年前の19世紀初頭に中国に渡ってしまっていたのでは、ヘルシングがドラキュラと戦って名を上げる機会もなく、そもそも19世紀欧州にドラキュラの脅威など存在しなかったことになってしまうので、ある。ハマーのドラキュラシリーズで過去7度ドラキュラを演じてきたクリストファーリーは、 前作、新ドラキュラ、悪魔の儀式を最後に、ドラキュラ引退を宣言しており、本作では、ドラキュラ役に、ジョン・フォーブス・ロバートソンが起用された。1804年、トランシルバニアの吸血鬼、ドラキュラの元を中国から来訪した海藻のカーが、訪れた。カーは衰退していた、中国の吸血鬼たちの復活の助力をドラキュラに、求めた。ドラキュラはカーに表依して、 中国の山村にわたり、伝説の吸血鬼たちの復活に着手した。100年後の1904年、吸血鬼研究の権威ン,イバンヘルシング教授は、重慶の大学を訪れ、中国の吸血鬼についての講義を行っていたが、多くの超高生は、その存在を信じなかった。そのヘルシングを、若者シチンが訪ねる。陳の故郷の村は復活した。 吸血鬼たちの脅威にさらされていた。ヘルシングは、チンの望みに応え、カンフーの達人であるチンとその兄弟たちと共に、息子のレーランド、旅のスポンサーを買って出た富豪の未亡人バネッサを、伴い、吸血鬼退治に向かう。カッコ内は日本語吹き替えアメリカでは、配給会社が公開を回避したため、時を経て1979年にドライブインシアター。 等で短縮版が公開されたハマーが騎士改正をかけた作品であったがこのアメリカでの扱いのようにヒットにはならなかったこの後ハマーは日本の東方との合作映画ネッシーを企画するが実現には至らず間もなく活動を停止する日本ではバーナーブラザース配給で1974年11月16日イギリスとほぼ同時に劇場公開されたが。 現在まで日本語版ソフトは発売されていない。初放送から1977年3月5日、テレビ朝日土曜映画劇場。ありがとうございます。